よーがじっこちゃこばタイポンです。それでは FIFA 19アルティメットチーム実況でいきたいと思います。今回はねこちらのジャンボプレミアムゴールドパックが来てますので引きたいと思います。まずね皆さんのこのモチベーションにつながりますので本当に高評価の方よろしくお願いします。このパックに関してはマジで多分本当に壁ドンすら来ないんじゃないかっていう説なので、微妙になるかもしれないんですが、まあ、とりあえず引きたいなと思います。はい、まあ、来る可能性はねあるからね、可能性としては、まあ、言うて300円だからね。ここで最近ノルの引きの強さをでも見せていきたい。ウォークアウト、このパックでウォークアウト見せていく。いやそれができたら真のねあの FIFA プレイヤーとなる。いやわかんないけど、ただこれ選手たちちょっと残しておこうかなみたいな感じで、ちょっと SBC なんか来ててなんかそのために使おうかなみたいな。こいつら使えるのか知らないけど、 SBC の条件全く見てないもん、全く見てないから。やる必要性もあるのかわからないような SBC だからね正直。いや来い、あー来ない。まあまあいいよいいよ。あこれウォークアウトじゃない、いや壁ドン、いやこれで壁ドンはまあ割と熱いよ。あハビ、あーゴレツカじゃん。えゴレツカよくねえか。でも言うてそんな安高くねえか、もう安くなっちゃってるか。1万コインは切ってんのかな。あまだ1万コインぐらいする。あいやいいよ、1万コインギリギリするしないかするか。まあ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 悪くない、普通にいいですよ。スターリッチね、 CL のスターリッチ持ってんだよね、なんか当たった気がする。はいこんなもんでオッケー。まあ今のとこいいよ。でゴレツカとかスパサブって入れるのありかもな、なんかちょっと中盤に選手入れたいとき。ウォークアウト、来ちゃったよウォークアウト。え嘘嘘嘘嘘、いや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 聞いてない聞いてない。あ判断の、あハムシクだ、あ言っちゃった名前名前言うつもりなかったのにまた言っちゃった、もう癖だいや来たよウォークアウト。えいやこれ絶対持ってるって、まあ、ハムシク自体はね言ってそこまでの金額の選手ではないけど、まあ、でも3万ぐらいするのかな。えちょっと待ってやばいって、あ3万1000、おい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 、おかしいんじゃねえかマジで。このパックでウォークアウトってなかなかない気がすんだよな。言ってプレミアムゴールドパックのただジャンボになっただけだからね。倍になっただけだからね、確率も別に倍になるってわけじゃないもん、倍になってんのかな。いやーちょっと今年何なんだろうね。俺が去年ね言ってその課金額で言うと相当な額を課金したんですよ、まあ、ちょっと普通に放送とかで言ってるけど多分70万円ぐらいは課金したんですけど、多分だよ、もうちょっとしてるかもしれないしそんなしてないかもしれないんだけど、だいたい俺の感覚で言うとそれぐらいしたんですけど、本当にこんなに当たんなかったマジで。あの去年多分ね動画見てる人は分かると思うんだけど、まあ、当たったよりはもちろんそんなに課金してるから、でもこんなに当たんなかった、それ異常なんだよ今マジで。まあ当たりやすくなってるのが確率がこの FIFA 自体がどうなんですかね。みんなでも結構当ててんだよな言って。おーラッシュフォード、あラッシュフォードちょっとスーパーサブ使おうかな。なんか今 CL サネ、 CL デンベレとバーディー使ってんだよね、な謎にそこにサブにはお金かけてないっていう。あでもどうだろう、 そいつらまあ割と強いんだよな、どうなんでしょうか。なんかもうサブでネイマールとかぶち込んでやろうかなと思ったけど、なんかさすがにちょっともったいなすぎるで、もったいなすぎるんで、ちょっと やめてますけど、さすがに。ちょっといっぱい、今お金貯めてる状態ですね。うん。いっぱいお金貯めて、いっぱいお金貯めて、フリット、ビエラなどなど購入したいなみたいな思ってるんですけど、やっぱり早めに、そういう選手をゲットしておきたい。パパスタドプロス。パパドプロス。あれ、どっちだ、パパスタドプロス、パパドプロス、これパパドプロスの方か、パパドプロ、そうだこれパパドプロスも、まあ、パパ何回だ、パオこの短時間何回言ったの今。チームフィットネスありがたい、はいはいはい、オッケーオッケー。いや毎回ウォークアウトってやばいなマジで、いや怖いわ鳥肌立つ。
本当に運が本当に来てんだろうね。でもブラックフライデーも来るからな、もうあと来月まだ、あ、来月か、今何月、あ、もうすぐ11月、あ、そう、11月末にブラックフライデーが来るんでね、まあその時期は多分結構ガチめに割と課金して一気に多分チームが強くなる時期でもあるんじゃないかなと思っておりますけども、はい、 OK、 多分その時期に課金する人多いんじゃないかな、結構、まあがっつり入れる人もいれば、まあ1万円とか5000円とか、ウォーカート、いやー来ないね、入れる人もいると思うし、まあでも5000円とかでもね、バカよく課金するのありだと思いますよ、普通に。まあこういうパックにね使うよりかは、今着てるパックに使うよりかは確実にいいですね。アルティメットパック5000円で2回引くとかね、うん、2回しか引けないんだけどね、そう考えるとやばい、超高額、1000円ありがとう、2500円だからね1回。まあそれで壁ドン来ない時とか普通にあるからな、言って、まあでもそれ相当確率低いけどね。ウォークアウト、まあ来ない、いや、このパックで10回中2回ウォークアウト来たら意味が分かんないよね。だってジャンボだから150円のパックを20回引いて2回来るみたいな。いやでもそれ1回でも相当すごいけどね。壁ドンも来て、あ、重複してるわ。ベーシックなキーパーにはね、今のところベーシックつけた方がいいんじゃないか。1500くん来てるよ、嬉しい。ベーシックつけた方が一番いいんじゃないかっていうのが今大体どのキーパーにも。さあラスト引きましょう。300ポイント。うわー、ウォークアウトはないね。壁ドンもなさそうか最後。わー、まあまあまあ、こんなもんか、まあ、こんなもんだよ普通はね。いやマジでもすげえわ、ハムシク当たったのすごいわ。てかラッシュボードが小粒でもなんかそんなに5000コイン以上の選手が当たってるから、これ普通に美課金でね、まあまあこんなのパコンなパック引かないと思うけど、美課金の人が、まあ、引いたら相当美味しいよね正直。ハムシクとかでもいいな、なんか途中交代でハムシク使うな、面白そうだな。はい、今回結構当たったよね、言って当たりましたよね。まあ5列かでしょハムシク。まあこれはちょっと多分安いだろうけど、あとラッシュフォードか、ラッシュフォードと当たりましたね。 SBC が今そういえば来てるんだよね、ちょっとそれについて触れようかな少しだけ。何の SBC 来てんだっけ、アルティメットステージとかいうやつ、これと、あ、9時間ドラゴン狩り、かっけえよな、このかっこいいな、マジでハロウィンの時来るこの SBC の名前。エレクトラム選手パック、ゴールド、レアゴールドパック、あ、プレミアムゴールドパック、ジャンボプレミアムゴールドパック。いやどうなんだろうねこれ、やる必要ある？正直見てみよう、条件を、条件によっちゃやる。あー超簡単じゃん。あー、まあこれぐらいなら別にやってみようかな、超簡単だし。あーめっちゃ簡単。あーでもちょっとめんどくせえな、ケミストリー85っていうのがめんどくせえ。はいはい、まあこれは別にやるかやらないかね、その人の判断って感じで、俺は一応今引いたやつでやろうかな。うん、もしかしたら作れるかもしれないから。これなんだ、これ見てなかった俺。あー冷凍80っていうのはめんどくさいね。はい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 、あでもこれもまあ作っといていいかな、俺作ろうかなこれ。うん、ちょっと動画外でパパッと作ってパパッと引いちゃいます。多分報酬的にはそんなに良くないんで、うん、微妙かな、当たるやつも多分当たんないと思うんで全然ね。はい、ってことなんで皆さん、ちょっとマジで流れが最近やばいです、俺のパック運っていうのがね。はい、まあ一応動画を配信してるんで、結構パックが毎回来たらパック引いてるんですけど、多分俺普通に動画配信しなかったらこんなパック引かないで、試合いっぱいやったりとかすると思う。まあ試合やってんだけどね、言って。でもね、まあ無課金の方もやってて今正直、なんかもう一番ねやっぱ力入れてるのはウィーケン、今始まったんだけどウィーケン、
あとそうドラフトこれ見て入ってまだ俺一回もやってないので、こっちなんか一個トークンあってできるんだけど、こういうのもちょっと消費したいんだけど、見てスカバト全くやってないでしょ、ひどい。ちょやる時間がなくてさ、マジで今ちょどうしてくれんの、いろいろなんか出かけたりとか、あのそう予定があるんで最近ね、あーって感じなんですけど、はい、皆さんあの今後もねパック開封やらなんか、そういえば初心者講座の動画とかちょっと今後まだまだ出していこうかな、結構まだね分かんないこととかある人多いっぽいんで、出していこうかなと思いますので、楽しみに待ってくれたら嬉しいなと思います。はい、それではここまでご視聴ありがとうございます。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、まだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、バイオリアウス。